皆さんこんばんは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。先日このような動画を上げさせていただきました。パンツに関する悩みなんですけれども、先日はね、股ずれの補修についてご紹介をした動画になりますけれども、パンツに関してですね、まだ悩みがあります。それはベルトがないということ。正確には私に合うベルトがないということです。まあ、私自分自身をね、撮影した動画は以前上げているんですけれども、まあ、今はね非公開になってるんですが、まあ、手とかね、いろんなものをご覧になっておおよそ察しがついていると思いますが、胴回りもねかなりあります。そんな私に必要なのがドラえもんベルトと私は名付けました。世の中にはですね、例えばワークマンだったりとか、フリーサイズのねベルトを安く扱っているところがあるんですけれども、まあ私もともとのね、脂肪に加えてですね、ちょっと病気でお水が溜まってきておりましてですね、お腹周りが大変なことになっております。なので、フリーのねベルトでも、例えば、まあ、ドラえもんベルトといったので、ドラえもんはね3サイズが100、100、100と言われていますので、それに合わせて考えたとして、例えば100センチのベルトがあったとします。でね、100センチのベルトって100センチの腹囲を止めることができるわけじゃないんですよね。ベルトの中にバックルにこう差し込んで引っ張るね部分が必要になるので、どうですかね、10センチ以上は多分プラスして考えないといけないわけです。そこで私考えました。ないなら作ってしまおうということで、またまたダイソーで見つけてきた素材がこちら。じゃじゃーんと、一つがバックル&アジャスターというものです。こちらオリジナルバッグやベルトの着脱調整にということで、もともとベルトに使っていいですよというものですね。素材はポリアセタールって書いてあります。まあ、あのプラスチックの一種だと思います。手触りの感じね、こういう軽いやつですね。金属じゃないのでやや不安はありますが、とはいえね100円なので失敗してもね大丈夫でしょうということで、こちらがまず一つ、こういうねカチャっていうタイプですね。そしてもう一つがこちら、カバンテープ。こちらに関してはベルトに使っていいという推奨はありません。裏にもね、カバンやシューズ入れの持ち手にという風になってございます。またですね、注意事項のところに色落ちする恐れがありますとありますので、私とね、同じことをされる方については自己責任でお願いいたします。これが何がいいかというと、と開けてみましょう。素材についてはですね、ポリエステル 100% ということで、衣類にも普通に使われている素材になります。質感が伝わるかちょっとわかんないんですけれども、ピントが来ないですね。来た。こういう感じ。こういうベルトありますよね。普通にカーゴパンツとか、そういうものにね、付属しているベルトとしても売られていると思いますので、いけるんじゃなかろうかと考えております。何よりですね、これ長さ、幅が25ミリ。長さがなんと 1.5 メートルということで、ここを片方ね、ここ通して、ちょっと黒に黒で申し訳ないんですけれども、で、片方をここを通してしまえば、こういうことですよね。なので、なんて言ったらいいのかな。ベルトのそれぞれの名称を私は知らないんですけれども、こう、カチャってして、中に差し込んでいくね、タイプのベルトに比べて、この余剰の分が、あんまりね必要ないタイプになります。これで作ればね、良くないですか。何がいいって、予算200円でございます。まあ、厳密に言うとね20円分あるんですけれども、ご容赦ください。そしてこの幅 25mm っていうサイズなんですけれども、私のパンツを持ってきました。ベルト通しですね。ここにこういう感じになります。少しゆとりはあるけど、2本入るほどではないので、いいんじゃないかなと思います。どうでしょう。で、最初にサイズがないと申し上げたんですけれども、サイズがないこと以上にね、問題なのが、お腹に合わせてね、ズボン、パンツって買うと思うんですけども、お腹に合わせるとお腹が最大の径になりますよね。ということは、足とかもちろんもっと細くなるわけですよね。パンツをしっかりとね、ウエストで留めて履いた状態のまま座ったりしますよね。
で、その後立ったり歩いたりするとズル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 と落ちてくるわけです。で、そのたんびに私はベルトをしていないのでズリズリってね、こう上げてるようになるんですけども、いささかね、それはね、だらしがないということで今回作ることにいたしました。今回はですね、道具さえ揃ってしまえば超特急で終わりますので、早速作っていきましょう。昨夜チャンネル、さあ、もう今日はね、準備さえできてれば早いですよ。ミシンはもうすでに黒い糸をしてあります。ちょっとね、あの黒い成分が多すぎて今日は申し訳ないんですけれども、まずバックル、一緒に付属しているアジャスターですね、こちら、まあ、移動管とも言いますけれども、わかるかな、よく見てもらうとわかるんですけど、こうね、ちょっと反ってるこちら側が表、膨らんでる方ですね。なので裏から通します。そして表を通って、こういう感じですね、まあ、こういう感じになってます、こういう感じ。そしたらこの端っこをちょっと折り返して、これをこっちにくっつけると、そうすると今ここが輪っかになってますね、こういう感じ。この状態でこの折り返したね、ここを縫います。で、カバンのベルトぐらいだったら、そうですね、端から5ミリぐらいのところを1往復ぐらい縫えばまあ大丈夫なんですけど、今回はね、ウエストのベルトっていうことなんで、四角く縫って、さらにバッテンでね、こういう感じで縫っていきたいと思います。はい、今糸の始末をして、ちょっと明るくなってるからわかるかな、四角くバッテンに縫いましたと。はい、今ここが縫い終わりました。縫い目が見えているというか、表側ですね、ここ縫ったこの段差がある方が内側にね、隠れてほしいので、表側になる方を出してたどっていきます。ずいずいとたどっていって、端っこね、もう一回言いますよ、表側ね、縫った方じゃなくて表側の方ね、人に見える方をたどっていって、今端っこが出てます。で、バックルにも裏表がありますので、裏表気をつけていただいて、穴が2つありますよね、2本、留め具側の方ですね、を裏から差し込んで前から出してきます。で、外側の方に端を入れていきます。向き間違えなくてもできるんですけど、向き間違えちゃうとかっこ悪いことになるのでね、気をつけてください。ちょっと緩めていただいて、ずっとね、引っ張っていきます。そうすると今こういう感じになってますね。あ、バックルが来て、ここにアジャスターが来てるっていう状態。そしたらベルトの端っこをこのアジャスターのね、この隙間から、今縫い目がある方ですよ、ここはね、ここから入れて出てきました、端っこ引っ張ります。そして D カンを、反対側もちょっとだけ隙間があるので、もう一度端っこをここに表から今度ね通していきます。そして引っ張っていくとこんな感じね、ウエストポーチみたいな感じに仕上がっています。わかるかな、わかってほしい。こうすることによって、最初に縫った縫い目がここね、内側に来てますというのと、あとドラえもんベルトの方でもいろんなサイズの方がいらっしゃるので、150センチよりちょっとね、縫った分短くはなってますけど、145センチぐらいかな、仕上がりの145センチぐらいのサイズの範囲で調節することが可能ですよということですね。こういう感じで今ここに来てますよね、さっきここにあったの。ここまで来たらもうできたようなもの、あとはお腹側に来る方ですね、今こっちが人に見える方で、内側にしてずっとたどってきます。で、反対側の端、今度はカチャンとつける側の方ですね、こっち側を縫うだけなので、表側から、今度は表側から入れて裏側に出して、出したところを端をまた少し折り返してくっつける。で、ここを重ねた部分を先ほどと同じように四角とバッテンでね、補強して縫っていけば完成になります。
はい、ということでこちら側も完成しました。内側にね、縫った方が来るようになっています。厚みと硬さでね、秘宝、たったこれだけの作業で、針を2本折りましたけれどもあの皆さんはね、丈夫な針を使っていただければと思います。これで反対側とね、こういう感じでカチャンと輪になっています。せっかくなので、ズボンにね、取り付けてみたいと思います。はい、ということで、パンツに実際取り付けてみました。このぐらいね、今アジャストしている状態なんですけども、だいぶゆとりを持ってついています。で、ベルト通しに対して2倍とはいかないまでもね、 25mm なのでまあまあゆとりがあります。で、男性とかだとだいたいベルトが 45mm ぐらいの幅が多いと思いますけれども、今回この使ったバックル、当然ね、ベルトより幅が太くなりますので、こんな感じですね。取り付ける際にこのぐらいになるので、まだ指1本分ぐらい入るゆとりはあるんですけれども、そこまでね、気にならないかなと思います。私がドラえもんベルトと名付けたこのベルトのね、なんといっても利点はコスト、そう、200円ですから。他の100均は見てないので何とも言えないんですけれども、ダイソーに関してはこのカバンテープっていう名前でね、線が入ってるものだったりとか、カラーもかなりのね、色取り揃えてありますので、まあ、アジャスターはね、縫ってこう外せないようになってるので、カバンテープ1本につき1セットは必要にはなるんですけれども、いくつかね、作っておくとパンツのカラーとか気分とかに合わせても使い分けなんかできちゃったりするのかなと思います。ということで、今日はダイソーの商品200円で作るドラえもんベルトのご紹介でした。私のように、ドラえもんウエストで悩まれている方、参考になったよという方はぜひグッドボタンを、チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。お気軽にフォロー、DM をください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。